こんにちは、こんばんは。アトリエトークです。この動画そこまで人気はないんですけれども、 This is ギャラリー、オンラインギャラリーに添付するためにどうしても必要なのでお届けしております。もしよかったら最後までご覧ください。今日も作品の 4K 接近ショットをご覧いただきたいと思います。もうこれは本当に肉眼よりも見えると、実際に私の展覧会に来たお客様とかコレクターさんも、実際に見ただけではそこまでのディテールとかはわからないのに、本当に肉眼で見るよりもしっかりとこう絵の具の厚みとかディテールがわかると言われているショットになるんですけれども、今回はこの作品をご覧いただきたいと思います。この作品シリーズで4枚のシリーズになるんですけれども、今回はこの作品からご覧いただきたいと思います。それではぐっと近づいた 4K の映像で作品の絵の具のすごい奥の奥のすごいところまでディテールをご覧ください。どれが本当なのという4枚組の作品の中の1枚、ボーダーの作品です。背景のボーダーとお洋服のボーダーがほぼ同じ色で、背景に同化していくような、そんな感じです。インターネットが主流のこの現代社会において多様性も認められつつあります。そしてインターネット上ではもう国境はなくなってきていると言っても過言ではないかもしれません。自分のアイデンティティがどんどん曖昧になってきているような、そんな現代社会と言ってもいいかもしれません。たくさんの情報が大量に生産され大量に消費される中で、自分のアイデンティティや自分が信じている価値観は果たして自分のオリジナルなのか、そんな大量の情報に埋もれていく中で自分が周りに同化して自分が消えていく感覚に陥ったことはないでしょうか。誰もが情報の発信源になって、誰もが自分が自分でわからなくなるような、そんなことがこの先目まぐるしく起こるのかもしれない、そういう恐怖をも描きたいと思った、そんな作品です。世の中で自分というものが消えてなくなる恐怖を描きたいと思いながらも、色合いや柄はポップな感じにしてみました。ポップというのは大衆という意味があると思うんですけれども、この作品の持っているコンセプトが大衆に紛れる、大衆に同化する恐怖を描きたかったので、このような色合いと柄になりました。そして表情は無表情を心がけました。私の作品を極力最近無表情を心がけているんですね。それはなぜかというと、無表情にすることで器としての役割を果たしてほしいんです。無表情にすることで見る角度とか光の加減とかでちょっとした表情に変化が訪れるんですね。表情の余白というか、表情を決めつけないことでいかようにも表情が変化する、いかようにも表情に見え方がある、その人それぞれでいろいろな読み解き方ができるような、そういう作品にしたいと思いました。見る人のその時の感情、その時の置かれている立場、その時の精神状態でいろいろな見え方にしてほしい、そのための器であってほしいと思うので、極力無表情を心がけてみました。今の皆さんにはこの作品がどのように映りますでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。もう本当に離れた雰囲気と近寄ったショットでは表情も違って見えたんじゃないかなって。この目もいろいろなブルーを混ぜ合わせて目を作ってるので、目も近づくと複雑な色合いが見えたんじゃないでしょうか。短い動画になりましたけれども、この動画は This is Gallery のこの作品のページに添付したいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。